避難した先の皆さんへの感謝、新しいこう感性を持ってきてる人たちと付き合うのがやっぱり楽しいかなと思って、町自体が復活できるんだろうか、圧倒的に時間の流れ方が違うかなと思ってて、災害対策本部といった部分ではその物資の調整を担ってまして、まあ、全国と世界中の皆さんからいただいた数多くの物資を、まあ、被災者の方々にお届けするっていう、まあ、ミッション。私はですね、被災直後は、旧志津川高校の、まあ、今南三陸高校ですけども、志津川高校の方の避難所運営に当たってました。最初の1年目ぐらいはやっぱり避難所で暮らすことが続いたので、そこで避難した先の皆さんへの感謝の気持ちをまず私は伝えるしかないなと思って、あと絵本を作って、まあ、ちっちゃい子どもたちがあの時なんで逃げたのか、なんで逃げてるのか分かんないっていうところをきっかけに、まあ、絵本を作るっていうことをします。産業大戦って言って、こう船にクレーンついてる大きいやつでこの防波堤の復興するようなあの仕事、まあ、防波堤工事とかを普段やってるようなこう会社に就職して、こう防波堤作りの方に移行してみたいな、そういう仕事をやってました。まず家探すとこからスタートなんだけど、その震災の時ってこうあれだよね、その新しい生活になれるっていうのがこう、うん、やっぱりね、被災直後はまあいろいろご存知の通り町全体がほぼ壊滅した状況ですので役場に限らず町自体が復活できるんだろうかという思いだったんですね。まあもう何ともならないんじゃないかっていう考えでいたんですけど、まあ、町民の皆さんもそのなりわいというものを取り戻そうとして一生懸命頑張られる姿があって、まあ、そういった姿を見ながら日々を重ねる中で、まあ、だんだんとなんとかなるんじゃないかと、前より今いい町っていうか住みよい町を作るっていうことも可能なんじゃないかっていう心境の変化っていうのは、まあ、徐々にですね、町づくりって結局自分たちの思いとか、みんなが共通の目標みたいなものもあれば、時間がかかってもこう成し遂げられるものなんだっていうことを手探りでこう勉強していったっていうのが震災からの流れとして、すぐにはできないことだったりしてもやっぱり諦めずに、まあ方向を変えたり表現を変えたりしながらこう最後まで調整していくっていうことはみんなの学びになったかなと。南三陸最初に来たのは2013年の3月だから、震災のちょうど2年後に初めてここに来ました。まあ、母親から震災暇って、その暇ならボランティアでも行ってくればっていう言葉をもらって、あ、確かにテレビの前でしか見てこなかったあの場に自分に何かできることあるなら行ってみようと思って、圧倒的に時間の流れ方が違うかなと思ってて、本当にせかせかして生かされてるなっていうのが東京だとあるんですけど、なんか時が本当にゆったりと流れてる、その感覚が自分はすごい大好きで、自分はその時間っていうところですごい惹かれるものがありました。あと人っすねもう移住したきっかけもやっぱ人に惚れ込んだっていうのがすごい強かったんで、いろんな人がつながれるっていうのもまた一つ魅力なのかなと思います。まあでもやっぱり海かな、うん、朝日とかにこう照らされた感じとかさ、まあ、よく寛容とかがすごい推してんのの戸倉バージョンね、うん、あんなのとかね、本当にね、こっち泊まる人とかにはぜひ黒崎からね、戸倉のね、夏季実況場をね、見てもらいたいね、うん、新しいこう感性を持ってきてる人たちとこう付き合うのがやっぱり楽しいかなと思って、どこが素敵だとかっていうのってやっぱりこう他から来た人たちとかがこういうとこがいいですねって言われるのとか、
をきっかけにそこをよく見てみないと良さは出てこないんだよね。それぞれではなくて、みんなで元気になって、みんなで地域を盛り上げて、で町を盛り上げていきましょうっていうその気概がある方々をたくさん見てきたので、まあ、そういった点ではこの町のまあ底力っていうか、そういった部分はすごいなって感じておりますので、まあ、そういったところですかね、やっぱり人ですかね、この町で暮らしてよかったなと今思えるっていうのは、さまざまなことが自分にとってはこの町があってんだろうなって。昔ながらのこの人と人とのこうつながりを大切にするっていうんですかね、あの地域性というか、人のこのつながり合うと、つながり合っていると、でそれが今に始まったことじゃなくて、昔からそういう状況が成り立ってて、かつ震災を経験して、それがさらにまあプラスアルファになっているといったような状況ですので、まあ、そういう人と人とのつながりだったりをこういう大切にしているこの場が私は好きなのかなというふうに感じています。何回もその災害が起こっているにもかかわらず、この町にみんな残ってまた町を作ろうとしているところかなそのみんな一員であるということがね、同じ船に乗った一員みたいな感じ。本当人が震災で本当どん底を味わったと思うんですよ。本当に経験してない側からしたらもう想像もできないような苦痛というか、本当に悲しみに暮れたと思うんですけど、そんな中でもこう外から来た人たちを受け入れてくれる、で逆にこう力を与えて帰らせるっていう、その底力が本当にすごすぎて、まあ本当に地域って人ありきなんだなってすごい感じる一瞬でしたね。南三陸大好き。南三陸大好き。